茨の道を進み続ける覚悟はあるか。やはり怪物であったな。私は誰に何を命じればよいのだ。恐ろしい男よ。もう止まれません。アボ神王から密書が届いたぞ。お主の思惑通り協力を要請されたようだ。内容は、常皿親王が東に逃げるのを手助けしてほしいと。逃げる。迅速かつ的確な判断ですね。さすがは早成殿と小網根殿だ。私が相手じゃなければうまくいっていたでしょうに。これからどう動く。任明天皇様に報告をした後、逆賊たちを捕らえます。捕らえる。常皿親王が東国に逃げるのであれば、実質敗退しも同然。そのまま逃がしてしまえばよいのではないですか。東国で力をつけられたら困ります。それに私の目的は敗退しだけではありませんから。捕らえるにしても、嵯峨上皇はまだ生きておるぞ。風前の灯火とはいえ、上皇の力は健在だ。もちろん、上皇様が崩御なされた後で動きます。どうせ、あの二人もそれまでは動かないでしょうから。動いたらどうする？その時は、違う策を行使するまでです。恐ろしい男よ。それにしてもおめでたい人ですね、アボ神王様は。少し考えればいろいろとおかしいことに気がつくはずなのに。平和というぬるま湯にずっと使っていれば誰でもああなるのではないか。あそこまでにはならないですよ。あのお方は逸材です。あとは任せるぞ。私は上皇の見張りで忙しいのでな。見張りですか。素直じゃありませんね。病を患っていた嵯峨上皇が崩御しました。崩参57。翌日の16日には葬儀が執り行われたと伝わっています。嵯峨上皇は財政の圧迫を防ぐために多くの巫女や姫巫女の整理を行い、多数に姓を賜り親戚降下させました。これが源氏の成立です。嵯峨上皇の子で源姓を賜った者とその子孫を嵯峨源氏と言います。以上が立花の早成と友の小網根が中心となって計画している謀反の概要です。実際に協力を要請されたアボ神王様からの密告によるものですので、確かな情報かと。そうか。で、私は誰に何を命じればよいのだ。まずは天皇様の安全を確保するために 6F に平安京の警備を命じてください。念のため厳戒態勢を取ります。そしてその後、藤原の藤丸殿と佐伯の宮成殿に近衛兵を率いさせ、二人を捕らえるように命じてください。わかった。藤丸であれば問題ないな。あやつは強い。はい、心配は無用かと。嵯峨上皇が崩御した2日後に、立花の早成と友の小網根をはじめとした計画に関わる人物たちが逮捕されました。二人は拷問を含む取り調べを受けましたが、両者ともに罪を認めなかったと言われています。直ちに辞表を天皇に奉った常皿親王でしたが、罪はないものとして慰留されました。なぜ常皿親王からの辞表を認めなかったのですか。認めていれば
敗退死が確定し、道康親王が次期皇太子になれたものを。言ったではありませんか。敗退死だけが目的ではないと。分かっておる。立ち話と友氏を失脚させることが本当の目的だったのであろう。でもそれは、あの二人を捕らえた時点で達成されたのではないか。いいえ。私の目的はまだ達成されておりません。失礼いたします。兄上、準備が整いました。頃合いですね。先に行っていなさい、よしみ。はい。準備。何の準備をしておったのだ。もちろん、目的を達成するための準備です。次期皇太子は道康親王です。それをお忘れなきように。ご安心ください。もう間もなくです。信じておるぞ。ありがたき幸せ。では、行ってまいります。842年7月23日に、任明天皇が早成と小網が謀反人であるという詔勅を出しました。そしてそのすぐ後には、義房の弟にあたる藤原の吉美が常皿親王の館を包囲し、その時出仕していた大納言藤原の近成、中納言藤原の吉野、三里の奮野の秋津を捕らえました。これだけの拷問を受けて口を閉ざしているとは、お二人とも称賛に値する精神力をお持ちですね。義房。そんなあなた方に残念なお知らせです。常皿親王様は責任を取って敗退死されることが決まりました。そしてあなた方の処遇も流刑ということで落ち着きました。常皿親王様は無事なのですか。ご安心ください。お命を奪うことが目的ではありませんから。最初からお主の目的は、他氏排斥だったということか。さあ、どうでしょう。まあ、結果的にはそうなりましたね。自らの私利私欲のための政治など、長くは続きませんよ。私は、私利私欲で動いたことなど一度もございませんよ。すべては、この国の平和を維持するためです。どの口が言っておる？この口が、嘘偽りのない言葉を言っておりますよ。では、お二人とも、お元気で。やはり怪物であったな、あの男は。立花の早成は伊豆の国へ、友の小網は沖の国にそれぞれ流されることになりました。しかし早成は護送途中に遠江の国で病死したと伝わっています。一方小網は865年に出雲の国にも左遷されたという記録が残っています。こたびの働き大利であった義房よ。その功績をたたえ、お主を大納言に任命する。しかと励め。ありがたき幸せ。しかし、一番の功労者は、謀反を密告した阿保親王様です。それをお忘れなきよう。わかっておる。何度も言うな。失礼いたしました。これからも任明天皇様や道康親王様を盛り立てて、この国のために精進いたします。他の者たちにも、より一層励むように伝えておいてくれ。かしこまりました。おめでとうございます。大納言、藤原の義房殿。これはお継ぐ殿、ありがたき幸せ。しかし、
私のようなものが大納言になれるなど想像もしていなかったものですから驚きました。いつから大納言の席を狙っていたのですか。何のことでしょうか。席は偶然空いたのですよ。こたびの騒動においてお主の一番の狙いは大納言であった同じホッケの藤原の近成殿を失脚させること。道康親王様を次期皇太子にしたのも、他氏を排斥したのも、藤原式家を弱体化させて藤原北家一強の政治体制にしたのも副産物に過ぎなかった。違うか。私はもう長くない。左大臣といっても名ばかりで力はない。謙遜が過ぎますよ。知りたいのだ。内丸殿と冬継殿の血を引くお主がどこまでの男か。といってもこの国の未来を思ってのことではなく、私自身の知識欲を満たすためだがな。やはりかないませんな。さすがはこの国を長年支えてきたお方だ。この筋書きは父上が亡くなった時から描いていました。同じホッケである大納言を失脚させるにはこの手しかないと。もちろん全て筋書き通りとはいきませんでしたが、結果的にはうまくいきました。私利私欲のためか。いえ、この国の未来を守るためです。本心か。はい。優秀な人物が相応の地位についていなければ国は守れない。私はそう思っております。そうか。義房よ、茨の道を進み続ける覚悟はあるか。もう止まれませぬ。842年に起こった上和の変は、藤原氏が初めて本格的に他氏を排斥した事件として知られています。その中でも藤原北家の義房がその権力を確立して昇進を重ねたことから、義房の陰謀論が通説化していました。しかし現在では義房個人ではなく、立花の勝子や任明天皇などを含めた計画であったのではないかと考えられています。さて、次回の百花繚乱歴史伝は藤原の義房にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。